お願いします。三間飛車。相手の得意戦法ご機嫌中飛車だったんですけど、居飛車で来ましたね。ご機嫌中飛車、おっと、対抗系統ってやつでしょうかね。なんだその手は。そういう手やら、あれ端狙ってるわけ。あ、やっぱり端狙いですよねこれね。どうすればいいんだろう。こうやる、こうやる。あ、でも5五歩突かれたらどうすんだこれ。あっと、突くか。ちょっとこの角に過剰反応しすぎだったかな。まあ、ちょっと引っ掛け者寄るか。結局この角のラインは止まってないわけですよね。これね、作戦的にあまりよろしくないですね、これは。5六銀型があまり良くないんでね、形として。おっと、その手は。取ると。なんかいかにも手筋な感じですけど、角上がったらどうするんだろう。相手歩を持っ、あ、そこでですか。じゃあ桂馬跳ねとく。次歩をついて逃げたら突き出して、あれでも今の仕掛けはどうだったんでしょうかね。なんか一歩獲得されてしまうと困る。まあでもこれは突き出しましょうね。そっちに逃げるんかい。でもそれだとこうやったら、まあでもちょっと怖いですけどね、端に角が効いてるので。ちょっと端が、ああ開き直るんだ。もうこれ取りますけどね。これ角桂馬で取って、なんかさ相手はさ不利っていう風に感じてないかのような指し回しですよね。これ引くとこっちか。銀で取る、銀で取って逃げるか。次はもう少し腕の立つ相手を当てんといかんの。いかんのということで。でもさ、なんか不気味ですよね。なんかさ、こちらがうまくいってるはずなのに、なんか罠がありそうな雰囲気を醸し出すっていう。もしかしてあなたこの局面優勢だと思ってんの。まさかこの局面優勢だと思ってんの。いやー、お笑い、笑っちゃうね。これの、この局面で優勢だと思ってるなんて、信じらんないっていう、そういう、なんか雰囲気を醸し出すっていう、なんかそういう感じがしましたけどね。今日の雑談コーナーなんですけど、今日はこの記事を取り上げたいと思います。学歴なんて関係ないの真実。生涯賃金これだけ違う。人生丸ごとシミュレーション。まあいろいろ書いてあるんですけど、要するに結論から先に言えば、学歴と年収の間には相関関係がある。高卒の初任給は平均です16万1300円。これに対して高等専門学校や短期大学卒業は107万6900円、大卒は20万3400円となっている。まあ、こんな風に高校しか出てないようなね、人にあげる給料よりも、高等専門学校短大、さらに大学を卒業した人の方が、初任給が高いと。で、さらにですね、学歴別の年収、まあ、男性なんですけども、中学校しか出てないような中卒の人、高校卒業、そして高専短大、大学卒という感じで、どの年齢に達しても、やっぱりその学歴が高い人の方が、やっぱり年収が多い傾向があると。やっぱりこうしてみると、やっぱり大学卒業してなきゃちょっとお話になりませんねという感じがしますよね。まあ中卒は論外として、まあ高卒、短大卒もやっぱりちょっと冴えないですよね。やっぱり
お金欲しいだったら大学ぐらい出てかなきゃねという、まあ、そういうことがねこのグラフからわかるというわけですね。でその傾向は年を重ねるごとにどんどん差が開いていって、もう中卒高卒レベルだともう大学卒業にはね全く追いつきませんよというね残酷な事実がここのグラフからわかるというわけなんですけどね。こちら女性ですね、まあ、女性も同じですね。女性の場合は特に中卒と大卒の差なんてもう倍以上の開きが出てるわけですからね。このあたりでねもうまさにもう学歴社会そのものと言っても過言ではないですね。うん、まあこれは、学歴別の推定生涯賃金を見てみましょう。はい、というわけで、中学卒業の人と高卒、短大卒、大卒でやっぱり、生涯収入が違っているというね、そういう図が現れているわけですね。でこっちは女性ですね、まあ、女性も男性もあまり変わりはありませんけど、でさらにいわゆる有名大学を出たら収入はどのぐらいになるんでしょうかというね、そういう質問が書いてあるんですけど、次行きましょう。あ、なるほど。この黄色いグラフが大学卒業の人の平均的な年収ということなんですね。そして早稲田、慶応、東京大学の、大学を卒業した人の年齢別の年収の平均額なんですけど、やはり早稲田や慶応、東京大学みたいな有名な大学を出てると年収が高いと。やっぱり東京大学は何といっても日本を代表する大学なのでトップクラスですね。まあ、早稲田、慶応もやっぱり普通の他の大学と比べるともうかなり上を行ってますので、やっぱり有名大学を出ておかないと高収取りにはなれないというね、まあ、そういうことがこのグラフから現れていると、まあ、そういうわけなんですけど、でこんな風にですね、東京大学、慶応大学、あ、慶応義塾大学、早稲田大学のような大学卒業した人はこれだけの賃金もらえるけど、やっぱりそれより一段普通の大学卒業の人は少ない。でこれよりもっと高卒とか中卒はもっと少ないですかね。もっと少ない、もっと下だから、うん、もうその東京大学とか慶応義塾大学とか出たような人から比べたらもうほんとその足元くらいですよ。足元には及んでるかもしれないけど、まあでも足元くらいにしかね、中卒高卒なんてそんな手ぶれです。もうなんていうか月とすっぽんというか泥沼とミネラルウォーターというか、外国産の納豆と国産高級和牛みたいな、そんな感じですよ。うんでこの記事読んで皆さんどう思います？あ、やっぱり日本は学歴社会なのか。実力主義とかなんだかんだ言ってるけど、やっぱり学歴がものを言うというね。だから自分の子供にはいい高校、いい大学、いい大学院に行かせないといけないねって思うか、それとも未だに学歴社会なんか遅れてるよ、やっぱりあの実力で行かなきゃ、自分の実力がちゃんと評価される、そんな世の中にしていかなければ、あの学歴はないけどお金もないけど才能あるっていう人が報われないじゃないかって憤慨しますか？どうですかね、うん、私は学歴社会の方がいいのか完全実力主義の方がいいのかっていうのはちょっと判断つかないんですけど、だけど学歴がものを言う状況っていうか、その中卒よりも高卒、高卒よりも大卒、大卒よりも有名大学卒業の方が収入が多いっていうのはこれ当然だと思うんですよね。やっぱり中卒よりも高卒の方がお給料たくさんもらえて当然だし、高卒よりも大卒、東京大学卒業の方がたくさんお金もらえて当然なんじゃないかなって思うんですよ。どうしてかっていうと、やっぱりなんだかんだ言ってさ、多くの人は従業員っていうかさ、まあ労働者じゃないですか。自分で何かお店とか会社とかヤフーオークションで物を売るでもいいですけど、何かその経営者になって自分で稼いでいくってことをせずに、大抵の人はさ、人の事業のお手伝いをするっていう、まあ従業員というか雇われるっていう形で収入を得る人がほとんどですよね、なんだかんだ言って。
そういう状況の中で会社は誰を雇うべきか選別するわけじゃないですか。応募してきた人の中から誰を採用して誰を蹴るべきかってね、誰をうちに招き入れるべきかっていう判断するときにさ、そのやっぱりさ、その苦労してきた人にお給料出したいなって思いません？やっぱりさ、僕は生まれてきてから全く苦労なんかしてません。全然その頑張ってきませんでした。もうヘラヘラになってね、人生甘っちょろいですね。もう人生もう甘い飴のように 甘菓子のようにあんこのように甘い人生をね、これからも送ったいと思います。ヘラヘラヘーってさ、そんな感じで苦労の苦の字もね味わってない人よりも、いや私はずっとね苦労して一生懸命勉強して、英語を勉強して数学を勉強して国語を勉強して一生懸命やって、そして進学塾にも通って家庭教師もつけて一生懸命勉強して、やっとの思いで東京大学に入学時、それからもねしっかりその毎日その大学の講義授業に毎日参加して、ちゃんと先生の話を聞いてしっかりと勉強して、もう毎日も勉強勉強、もうがむしゃらに勉強、がむしゃらに勉強っていうのはちょっと言葉の使い方おかしいのかなまあそういう言葉の使い方に関してもしっかり勉強してやってきましたっていう人をさ雇いたいじゃないですか。だってさ、やっぱりその採用する立場のその人もやっぱり苦労してきたっていう経験があるわけですよね。その人からしてみたら、僕は何にも苦労なんかしてませんよ、ずっと楽な道歩んできました、これからもねずっとね楽々人生歩んできます、なんてさ、そんな人をさ雇いたいとは思わないでしょ。だってそういう人をさに給料払うのって尺じゃないですか。なんか妬ましいっていうかさ、自分はこれだけ苦労してきたんだから同じように苦労してきた人に来てもらいたいって思うでしょ、やっぱりね。でそれはその会社勤めの人がネクタイ締めてるのと同じことですよ。ネクタイ締めなくたっていいんですよ、別にネクタイ締めなくたっていいんだけど、俺たちはみんなこうやって夏でも暑いねネクタイを締めて首を締めて うーっとねうーって首を締められるようなね、思いで苦しい思いで仕事してるんだよ。お前はなんでその苦しさを味わわねえんだよ、ふざけんなよ、ネクタイ締めて俺たちのような苦労を味わえよってやっぱりその言いたくなっちゃうじゃないですか。同じことですよ、やっぱり自分たちが一生懸命勉強してね、1900何十何年にこういう戦争があってこれがかってとか、そんな無意味なことを、無意味かどうかわからないけども、そういうふうにがむしゃらに覚えてさ、丸暗記して一生懸命徹夜で試験勉強してみたいなことやってきて、なんとか今の地位があると。で目の前にいる人は才能はあるんですよ、めちゃくちゃ才能はあるんだけど、全く勉強もせずに全く苦労もせずに全くその審査をなめずに苦渋を味わうこともなく、人生を歩んできた、このこいつに給料出したら俺たちの苦労がなんかバカみたいだよねって思いたくなるじゃないですか。だからね、そういうことですよ、中卒の人よりも高卒の人の方がたくさん勉強してそうな気がするじゃないですか。高卒の人よりもやっぱり大学受験を経験して、大学受験の中でもやっぱり東京大学に行った人っていうのは一生懸命勉強してもうがむしゃらに勉強してきたんだろうなって思うと、やっぱり嫉妬心が紛れるわけですよね。だからそいつだったら給料出してもいいかなって気分になるわけですよ、うん、だから中卒よりも高卒、高卒よりも短大、短大より大学卒業、大学卒業の中でも東京大学卒業の人に給料たくさん支払う、当たり前です、当たり前です。もちろん学歴社会っていうのも問題がないわけじゃなくて、学歴は低いけれども才能の塊っていう人を正当に評価すべきっていうのはもちろんそうなんですよ。特に家が貧乏だから大学行けませんでした、大学院行けませんでした、高校も行けませんでした、高校行ってないんだけれども高校なんてそもそも行く必要なかったわけですよね。高校や大学で学ぶことなんてないんですよ、もう才能が溢れちゃって。だからアインシュタインみたいなもんですよね。アインシュタインもさ、小学生の時はなんか先生からなんか劣等生って思われてたらしいですけども、だからアインシュタインはもう小学校とか中学校とか高校とかで学ぶことなんてもうほとんどなかったみたいな、いやちょっと詳しくは知りませんけど、まあそんな感じじゃないですか、よく知らないですけど、すいません、間違ってたら申し訳ないですけども、そういう人の才能を正当に評価してちゃんと
給料出すっていうことが大切なんじゃないかとは思うんですけど、でもさ、給料ってさ、その人の才能とかその人の実力、その人の仕事ぶりに対してだけ支払われるってものでもないと思うんですよね。つまり東京大学の人にはたくさん給料出しましょうっていうのは、つまり東京大学の人がいれば自分の嫉妬心をその刺激されることがないわけじゃないですか。中卒の人、中卒で高校行かずにずっと友達と遊んでました、彼女とイチャイチャしてましたみたいな人はなんかさ、羨ましいっていうかさ、お前勉強もせずにずっと遊んでたのか、ちょっとさ、あのアリとキリギリスじゃないけどちょっと苦労しろよってさ、ちょっと新さん舐めてみろよって言いたくなっちゃうじゃないですか。そういう人にさ、あんまり給料って出したくないなっていう人の心理やっぱあるわけなんですよね。だから給料っていうものはその人の実力に対して支払われるっていうよりも、むしろ給料出す側の人が今までやってきたことを否定しないようなことに対して給料出すっていうかさ、そういう一面っていうのもやっぱりあると思うんですよね。だから才能があるんだから、その才能に比例してちゃんと収入が得られるようにすべきだっていう考え方はちょっと違うのかなって思うんですよね。だから逆に言えば、自分は大学を卒業しました、東京大学を卒業しました、でたくさんお給料もらってますっていう人は、自分が大学卒業して教養があるから、その教養と才能というか、その、知識豊富な自分に対してたくさんの給料支払ってもらってるんだっていうわけじゃなくて、自分が努力してきた、がむしゃらに勉強して苦労してきたというそのまあ、我慢量というか、その我慢してきたんだから、あなたの尊厳を犯すことはないでしょ、あなたの嫉妬心を刺激することはないでしょっていうことに対してお給料をもらってるんだっていう、まあ、そういう自覚も必要なのかなって思うんですけどね。さらに言っちゃえば、自分は何の才能もないし知識も教養も全くないという場合でも、先輩たちを立てる、人生の先輩たちを尊重するという態度があれば、まあ、その態度は評価されるわけですよ、うん、全く実力なし、全く仕事できなくても、先輩たちを尊重して、先輩たちが今までやってきたことをパチパチパチって拍手するような姿勢さえあれば、最低限そこだけはちゃんと評価してもらえるというね、素晴らしい社会なわけですよ、うん。そう考えれば学歴社会っていうのもまあそこまで悪くはないんでしょうかね、うん。ちなみに私は学歴なんてものはないに等しいんですよ。だって有名大学どころか大学すら出てないですから、うん。だけどいわゆる学歴コンプレックスってないんですよね。だって従業員じゃないから、誰かに雇われてるんじゃなくて自分で会社を経営してたくさん収入を得ているから学歴コンプレックスがないのか、いやそういうわけじゃなくて、いや私は収入少ないですからね。学歴が低い人は収入が少なくて、学歴が高い人ほど収入が多いっていう、その平均的なデータにもろに当てはまってますから。じゃあなんでそれでも別にいいやって思ってるかっていうと、学歴を高くするためにはやっぱり教育に投資しておく必要があるわけですよね。大学行くにもやっぱり大学の授業料とかかかるわけじゃないですか。でお金がなければ奨学金って言って借金背負う必要もあるかもしれないし、で大学行くためにさ進学塾通ったりとかさ、そうやって大枚はたいて高学歴になった結果として給料たくさんもらえるようになったとしても、それはさ投資した資金がただ戻ってきてるだけだっていう見方もできますよね。だったらさ、学歴を高めるために投資しないで、そのお金を自分で好き勝手に使うことができれば、もうすでに得してるようなもんじゃないですか。だから、それで、最初に儲かっちゃってるんで、別に、なんていうのかな、劣等感を抱く理由がないというかね。うん。そもそもさ、さっきも言いましたけど、給料っていうのは、その人の才能とか実力に対して正当に支払われるものではなくて、先輩の立場を、その担保するっていうか、そういうことに対して支払われるっていう意味合いも強いじゃないですか。つまり自分の言いたいことを我慢する、自分を殺して先輩たちを立てるっていうことに対して給料を支払ってるっていう一面もさやっぱりありますよね。
って考えるとさ、今こうやって自分の考え喋ってるじゃないですか。これだけですでに儲かっちゃってるわけですよ。だって世の中の多くの人は自分を押し殺して人を立ててみんな狂信者になってみんなのため自分を押し殺すその我慢に対して給料を受け取ってるわけじゃないですか。私は我慢一切しないわけだからすでにその我慢しないっていう分だけ儲かってるわけですよね。もう動画一本作るごとにボンボンボンってそうお金がもう溜まっていくようなもんなんですよ。だからその全然損してないんですよね、うん、自分は損してないんだこれでいいんだこのままでいいんだって話を必死になって繰り返せば繰り返すほどなんか自分を慰めていてなんか自分の劣等感をなんか覆い隠そうとしてるんじゃないかって思われるかもしれませんけど、いやでも本当にないんですよね。学歴っていうか私は学歴コンプレックスだけじゃなくてなんかその劣等感ってものがまるでないんですよ。ありとあらゆる劣等感がありませんって言うと嘘つけなんか強がってんじゃないの、心の底には誰しもがコンプレックスを抱えているものなのですって思うかもしれないけど、いやでも劣等感が思いつかないんですよね。じゃあ優等感っていう言葉があるのか分かりませんけど、優等感があるのかって言ったら別にそれもないんですけども、あんまりその人と比較するっていう感覚がないかもしれませんね、うん、まあ自己中心的というか自分勝手っていうか、私はあんまり人と自分はあまり比較しないんで、まあ人と比較してしまう他の人と比較しない自分を比較してるかもしれませんけど、いやだからなんで学歴コンプレックスとかいう言葉があるのかな、なんでわざわざそういうものに劣等感抱くのかなってなんか不思議に思うなっていう、まあそういう話なんですけどね。まあでもお金が欲しいんだったら大学卒業しといた方がいいみたいなんで、自分の子供を高給取りにしたいんだったらやっぱり東京大学とかね目指させた方がいいんじゃないですかね。それが一番のお金持ちの への近道ってやることは間違いないだろうし、まあそれはその人々の心理というか何に対して給料を支払うのかということを考えたら必然なんですよ、うん、まあ、そんなわけで長くなりましたけれども、まあ、中卒の人よりも東京大学卒業の人の方が収入が多いのは当たり前です。ありがとうございました。